近畿地方の行政課題の解決に向けて連携を深める近畿ブロック知事会議が昨日奈良市内で開かれました。近畿ブロック知事会は近畿2府4県に福井、三重、鳥取、徳島を加えた10の府県で構成されています。意見交換では地域雇用をテーマに、若者の県外流出が課題となる中、どのようにして地域経済を活性化していくか、各府県の取り組みをもとに議論が交わされました。また国への提案要望として新たに3県が了承されました。このうち三重県は全国旅行支援の財源拡充など広域周遊観光の推進に向け、国に継続的な支援を求めるよう提案。新井知事も関西のアピールに効果を期待しました。この周遊というのは具体的な商品を作るというふうに、まあ、なればという感じがいたします。関西万博で の、関西の売り方、いろんな見るとこ、楽しむとこありますよということをうまくアピールできた。これらの要望は今後提案した各府県が詳しく内容をまとめ、国に提出するということです。